ートの中の上下でデザインが違う形と半分ぐらいでデザインが違う形があって、なんて言ったらいいかわかんないんだけど、そうそう巻きスカートみたいな感じで形が違って可愛いですよね。あれ本当に可愛い。もう一つの形はめっちゃ可愛いんだけど、私じゃないだろうなと思う。スカートはね、初めて履いた時、え、これどういう形なのって思ったけど、すごい可愛い。しかもチェックのパターンが違うの、感動した。なんか斜めになってるのと、まっすぐなってるのと。わかる、境感ある。ちょっとわかる。で、しかもなんだろう、こうチームカラーっていうのはがまだ多分引き継がれてるのでっていうのもあってなのかは、あの、もしくは私がキャプテンだからなのか。すごい、またまたもや私服みたいな衣装になってしまって、そう、みんなに言われたフィッティングの時、アキさんは私服かかってますよ。最近の、多分今ずっと作ってくださったりしてるところしていただいてるチームの方と好みが似ているのだと思います。でもふと隣を見たりした時にメンバーが可愛くてびっくりするよね。知ってることなんだけど、メンバーが可愛いのよ。で、あと本当にミルンさんとしょっちゅう見間違える。自分で見間違える。昨日の公演の DMM 見てて、あれ私こんなとこいたっけと思って、私あれ、え、位置間違ってたっけとか思ったらミルンさんだった。リハブイから思ってたんですけど、あれなんか似てるみたいな。ミルンさんとなんか仲良くなれている気がしますね。なんか面白いんですよ、チーム H 本当に。なんかなんて言ったらいいのかな、後輩が結構なんだろう、先輩と話すことに抵抗のない後輩が多いというか、すごいフラットな子が多い印象なので、なんか会話が絶えないなーって思います。MC ね、私もあの出てない MC 聞いちゃいますもんね。ひじりが本当にマジで現地の人なんだよな。本当にギャルサーにしか見えなくて、私はサボテンのひじりのことがギャルサーにしか見えないんだけど、ひじりにギャルサーが通じないんですよ。私が元 K4 なので、昨日の目撃者で4年ぶりに公演で記者見た。変わらずの癖の強さ大事でした。なんかさ、あの本当にやっぱ公演で来るファンの方って、まあ当たり前なんだけど違うんだなっていうのをすごい感じたというか、めっちゃ久しぶりに見るみたいな方がすごい多くて、それはやっぱ鉄腕に出てたりしてたのもあって、すごいおもろかった。それが、マジでギャルサーだった。特に初日のあのまとめてるひじりがめっちゃ良かった。てか私もすごいすごいひじりのこと好きなんですよね。なんか本当に、いやみんな好きなんだけど、可愛いよね。
ね、サボテンのエールめっちゃ生き生きしてる。本当に可愛い。あのカチューシャ本当に似合う。あのこれが好き。もうなんかこれからもっといろんなメンバーのここが好きだなが増えていくんだろうなと思ったら楽しみで仕方がない。まだ2パターンしか見てないんですよ、うちら。どうしますっていう気持ちと、なんか初日終わってすごい初日を迎えられたことへの達成感っていうのはもちろんあったんですけど、それ以上になんかあのこうなんていうんですか、あもっとこうできたなとか、あここもっとこうしたかったなとか思えたのがすごい嬉しくて、で思ってるメンバーが多かったのも嬉しくて、まあ当たり前のことなんだけども、これからどうしていくんだろう、どうなっていくんだろうなと思ったらすごい楽しみ。そう、コートもさ、コートも実は2パターンあることに私たちは初日で気づいたんですけど、そう、なんか1つボタンとダブルボタンとあって、それもまた解釈が結構一致してるんですよね。で前人未到も今までになかった形の衣装で、で前人未到って本当に一曲のための衣装じゃないですか。あんな綺麗に、しかもいっぱい回るからなのか、なんかね柄もねちょっと中華っぽいっていうか、うん、彼岸花みたいな柄なんですよね、あれすごい綺麗なんだよ。でひらひら回る、回ったりひらひらなるんですよ。で真珠も可愛い。真珠はマジであのあれに似てるよね、狼とプライド。でもめっちゃ可愛いんだよね、パールがついてるのも可愛い。いつかパールが飛び散りそうで怖いんだけど、すごい可愛くて好きです。命の意味の衣装も1曲だけなのもったいないぐらいかっこいい。あれかっこいいよね、マジザ・ピース踊れそうだねってみんなで言いながら、あれの採寸を最初にみんなしたんですけど、なんかすっごいもうあれ本当に手作業で作ってくださってるから、なんかあれだった、もうみんな長アイヌの引きすってブーツ履いてあの印取られてるのがすごい面白かった。真珠もね形が可愛いですよね。そう、美しきものも形が2パターンあって、お姉さんと可愛い若い子で分かれてるって言ってた。若い子って言ってもなんかあの年齢じゃないんだけど、ねえ前座の衣装やっぱリセットっぽいですよね、秋も思った。いつもえっ、なんでリセット着てんの、あ違う違うメロンだね。え生地の量が贅沢、本当に本当に愛情かけていただいて作っていただいたんだなっていうのをすごく思いますし、なんか本当にねすごい
すごいんですよ、ユニットの衣装もだし、なんか圧巻でした。もう2公演分の衣装が楽屋には並んでるんですね。で、まあ、先に H が始まったので、っていうか始まるっていうのが決まってたから H からするんだけど、ここでも並んでるじゃないですか。もうなんか圧巻だった。本当に嬉しかったですね。なんかリセットでも嬉しかったんだけど、まだその嬉しさが分かりきれてなかったというか、こうなんかそういうものだと思って、なんか衣装があることがっていう意味じゃなくて、もうなんかあの新しいやつを着るっていう作業だったので。でもこの新しい劇場になってから衣装さんのお部屋があるんですよ。でそこでずっと作業してくださってたりしてるのをずっと見てたので、本当にうーん、なんか今までも感じてたつもりだったけど、それ以上に思いました。そう、アクセルもオリジナルの衣装です。あれすごいよね。でも着るのすごい大変、一人じゃ着れないから助けてくださいって言ってる。中盤すごい綺麗だし、みんながなんかフィッティングで可愛いって言いながら写真撮ってるのがすごい可愛くて、ゆぶきがずっと言ってるんです。衣装さん可愛いです、この衣装可愛いです、衣装さんこれ可愛いですってずっと言ってて、それを素直に思ってても素直に口に出せることってないじゃないですか。もうなんかなくなってしまうけど、いぶきって本当にそういうところがなんかいい作用をもたらしてるなって思います。剣さばきは独学ですか？独学というか、振り入れしてもらった時は一個もできなくて覚えられなくて、なんとか私のユニットだけ、愛しさのアクセルだけもう年内にやっちゃったんですよ。他のユニットはこうユニットだけ年明けでって言われてたんだけど、アクセルだけもう事前に教えてもらって練習できる時間設けてもらってたんですけど、うん、めっちゃ練習したけどもいまだにこううまくいかないですね。なんか難しいです、あれは本当に。いや全然完璧じゃなくて、本当に一人だから成り立ってる、こう正解を皆さんが知らなくて一人だから成り立ってるぐらい、こうあのもう意地でやってるもはや。でも絶対にかっこいいと思ってもらいたかったので、でもこうゲネでもやって本番でもやったわけですけど、なんか本番こうはけた時にすごいスタッフさんがすごい拍手してくださって、一番今まででよかったよって言ってくださって、めっちゃ嬉しかった反面、次の日めっちゃプレッシャーでした。フリブリはほぼなくて、っていうのもこうオリジナル公演と岡部チーム A の時の愛しさのアクセルが全然違うものだったじゃないですか。だからそれを合わせたものを作りますって言われてたので、何も見てな、何も予習をせずに行ったんですけど、そうなのでこう合わさってるんですよ。
なのでそれが見どころですね。アクセルはあの全くできてないリハブリの時からあかりがかっこいいって言ってくれてました。ちなみにその時のアクセルの練習はあの七色クラブで使ってた気配切りのチャンバラ用のやつでやってました。なんかそう、これはどういう風に捉えられるのかちょっとわからないところではあるんですけど、まあ本当にあの EX 大衆で大衆さんで喋っているのでそれも見てほしいんですけども、なんかすごいオリジナルのイメージが強い公演なのはもう分かっているので、だけどそれも分かった上で私はこのメンバーだがやる目撃者は私自身が見たかったんですよ。なんかこのメンバーじゃないとできないよねって言えるものを作らないとクラスを変えた意味がないなって思ってたからってなった結果、私の中では結構目撃者だなって思ってて、でなんか本当に決まった時にこうみんなにそのレッスンの初日にこういろん私たちっていつも結構よくあるんですけど、この部位とこの部位参考の部位が違うみたいな、振り入れしてもらった時とオリジナルの振りが違うみたいなことがあるんだけど、なんかそれをじゃあここはオリジナルに合わせよう、ここは私たちでこうしたものにしようとか、ここは私たちで合わせようっていうものが私たちの正解になれば、それは一つのものとしての成功っていうか正解になるから、私たちは私たちの目撃者公演を作ろうというか作っていきたいっていう話を知ってて、その時はなんかまだ本当に初めてチーム H で揃ったばっかでまだみんな公演してたしピントも来てなくて、なんかそう、でも私の中では本当目撃者しかないぐらいこのメンバーは絶対目撃者だったんですよって思ったんですよ。でなんかそれはなんていうか目撃者を極めることによってすごい自分の経験値にできるメンバーが多いだろうなって思ったから、なんか、合ってるとか言っていただけるのはすごいありがたいしありがたいんだけど、多分合うようにみんなが努力した結果なんだろうなっていうのをすごい思ったんですね。レッスンの初日は私これ目撃者でよかったかなってすごい思ったりしたんだけど、なんか大丈夫だったかなとかみんな他のやりたかったかなとか考えたりしてたんですけど、でもなんか本当にこれをチーム H として今から作っていけることがすごい今楽しみな2回公演だったなっていうのがすごい思って、なんかそういう話をした時は全然なんかみんなピンときてないかなとか
思ってたんだけど、そんなことないっていうのもみんながパフォーマンスで見せてくれたことによってすごい安心して、そう安心して、なんかあ、じゃあ自分は自分のことを頑張ろうって思えたのがこのチーム1でよかったなって思うことですしみんなチーム1のこと好きになるのめっちゃ早くてすごいすごい面白いぐらい、みんなが思ってる100倍ぐらいなんかH のこと好きなメンバーばっかりになっててすごい面白い。でもそれがなんかあの初日までのここまで詰めたスケジュールだったから、今もうみんなハイになってるだけなんじゃないかってもう一周回って疑っててでもなんかこれからも好きなところがどんどん増えていくんだろうし、なんかそうじゃない、なんかそれは違うんじゃないってことがもしこれからあったとしても言える人たちになれる気がするし、そうやってお互いを高め合えるのが楽しみだなって思います。もうすごいね、なこちゃんとかさえちゃんがすごい嬉しいこと言ってくれて、なんかすごい嬉しかったんだよねなんか初日終わってもちろん達成感あったんですけど、それってこうなんかゲームのチュートリアルが終わった達成感みたいなもので、あ、ようやくこっから始められるっていうこうなんか達成感とはまた違うやつなんて言ったらいいのかな、やっとこっから始められる、いいスタートが切れたじゃないかなの達成感だからこっからようやく船出だなっていう感じ。でもなんか昨日までが初日って感じでしたね。特にリノとかナナカがずっと頑張ってるのを見てたんで、だから新しいポジションを覚えてたんですよ。だからそういうのとかを考えたら、まあユニットもですけど、なんかそういうのを見たら昨日までが初日だったなっていう感覚だったので、ね、悔しい涙が流せるってすごいことだと思うし、愛おしいなって思うことがすごい多いですし、同期が一緒のチームにいるのってやっぱり今までと感覚違う、なんか今までと違うみたいな思ってるわけじゃないけど、どっかですごい安心感があるのもなんか感じてます自分で。なんかあ、同期がいる嬉しいみたいなのって、まあ、4期生そもそもそういうのなかなかないと思うんですけど、でもなんかこうふとした時になんてことないことを話せる相手がいるっていう
のとか、こうそれぞれが得てきたものを見て、なんか見せ合えていけるとか。でも何よりもなんか一番同期からちゃんと見てもらえてるっていう感覚がすごい私は安心できるかなとは思う。そう、なんか実感してるっていうのよりはなんだろう、うん、心強い距離感の人がいるなと思ったら、あ、同期だからかみたいな感じ。同期がいる、心強いっていうよりそう、しかもみんな年上なので、でもなんかその年上3人が仲良く喋ってるの見てるのが好きなので、私は私で今まで同期がいなかったからこそ仲良くなってきた人たちがいっぱいいるし、一緒に喋ってるのはそっちなんだけど、やっぱワイワイしてるのを見てる時間はすごいなんかあの可愛いなと思って、そういう安心、なんか実家で親戚の子を見てるみたいな、実家というかおじいちゃんおばあちゃん家で親戚の子見てるみたいな感じ。でリノも多分すごい初日も2日目も極限状態だったと思うので、私はこれからのリノも楽しみですね。ちめいちゃん、あきちゃんとあまり関わってる印象ないの、みるさんぐらいしかいない。本当あ、でも確かにそうかもね。でもみるんさん、よくよく考えたらみるんさんってはるたんさんと仲いいじゃないですか。ってことは仲良くなれるんですよねでもなんか仲良くなりになるために頑張ろうとかはないけど、でもこの間はしれっと楽屋で隣ら辺に座ってましたしれっと、ね、誰々のここって場所増えそうで嬉しいよね。楽しみ、私も。私、ミルンさんの、言い渡す限り砂と岩が好き。あとね、すっごいコアなんですけど、愛をくれの、一番の
B メロ、私たちが同じ歌割りなんですけど、歌う直前の後ろ向いてる時のミルンさんがすごい好きみたいなところを、これから皆さんが見つけていくんだと思うとそわそわしますし、自分でも人の好きなところを見つけるの楽しみだし、私は自分のパフォーマンスを好きになれたらいいと思っているタイプなので、っていうのは私はアイドルを見るときにパフォーマンスを見ちゃうから、私が好きなパフォーマンスってことは私がなりたいアイドルになれているということなので、そういう観点で言うと私は多分まだその記憶をなくして目撃者の豊永記者を見て、初日見てまだ一目惚れするレベルではないんですよ。なんかそれをあの自分ときめきポイントを増やして いけるように頑張りたいなって思っているところですそう、楽しみですね、こっからが。そういう話しかしてない、こっからが楽しみしか言ってない。こっからが楽しみで言うと2月ベトナムも楽しみですし、その後も楽しみなことがいっぱいあります。あきちゃんのときめきポイントは真珠終わりからのポップスターでナッピオタクになるとこそれはおもろすぎる。初日の髪型はみんなに決めてもらいました。髪を上げるか下ろすか一生迷ってて、みんなにね、どっちがいいってずっと聞いてたら、上げる派が圧倒的に多かったのであげました侍で。まあ、アクセルするからポニテにしてるで間違いないというか、アクセルだからポニーにしようって言われたからポニーしましたそう、2択で迷ってて、どっちを初日にしようかなの迷いだったんです。初日と2日目あるからどっちもできるけど、リセットはベレーだったからポニーできなかったじゃないですか。で次の日さえちゃん同じこと言ってたんだけど、そう、でも髪型結構選ぶユニットですよね なんか考えなきゃいけないこととかがまだまだ山積みなんですけど、いろいろこなしていかないことも山積みなんだけど、とりあえず今日、本当に昨日、一昨日、そして今日までが結構私のピークだったんですよ。なんで今日が終わって一旦ホッとし
しているので、今日のお仕事に匂わせはないですね。なんかすごいすごい今日はもう私って本当に雨女なんだなと思いましたが、匂わせですでも本当に早く言いたいなって早く言いたいなってことばかりあります。でもマジでちょっと早く言いたいマジで早く言いたい。いつ頃言えるんだろう、わからない、わからないですね。1ヶ月後くらいにはみんな知ってるのかもしれません。私もいつみんなのところにこのお話が行くのかわかりません。そうですね、来月はドラマの舞台もありますし、ね、パスポートを忘れたら困るよね。怖い怖い。舞台のセリフも入れなきゃいけないし、まだ全然入ってないんですよね。もうなんか私の記憶容量を何だと思っているのって、私フロッピーぐらいしかない。ねえ、ここからまだまだ皆さんに楽しんでいただけることは増えると思いますので、マジかっけえアクセル DMM でたくさん見返してたから、今のぷよぷよアクション愛しさでいっぱい愛しさのアクセルやろ、愛しさのアクセル。なんかそうだよね、バイクの絵文字使ってたもんねって言われたんだけど、私アクセルをバイクの歌だと思ってなかったからあの全然フルスロットルの絵文字として使っててなんかすごい恥ずかしかった。そうだってチーム H のさ絵文字とかむずいじゃないですか。気づいたらアキちゃんが髪染めた、いつの話もう1年以上こうですよ。あの愛しさのアクセルで地味な好きなところはあのバイクブンブンする振りとハンドルを回す振りがあるところが一番カオスで好きだなと思います。
なんか剣抜くところは緊張しないんだけど、一回リハーサルでこう普通にターンしたら剣が抜けたことがあって、それが一番緊張します。地味に持ってる時に落とすことはないんだけど、手袋もしてるからこう普通に踊ってる時に抜けるのはちょっともう管轄外なのと思いながらですけど、もう慣れてきました。あきちゃんにずっと剣道やってほしいと思ってたから、剣振ってるあきちゃん見れてるし、なんでそのなんか何人かいるんですよ、あきちゃんに剣道をやってほしい人。何なんですかね。防具に合いそう、やばい。パイオニアで筋肉痛になったからなのか、目撃者痩せをしたからなのか、今日めっちゃなんか、え、私ってこんなになんかシャープな輪郭してたっけと思って。道着に合いそうなのやばい。弓道やってほしい派です。あれならすぐ初段取れる。どれならだよ。剣道と柔道ならどっちやろ。柔道はね、おじいちゃんがめっちゃ強い人でしたよ。高脇ちゃんみたい的な事情はあるよね。みんな私のことを何だと思っているの。球技以外何でもできる人まあそれはそう。バレンタインで言ってほしいセリフ、弓道部の秋先輩で考えて出なかった。何、弓道部の秋先輩は何なの。あ、でも一回だけ剣術だったかな、盾習ったことがあって、それの時のことを思い出しながらちゃんと剣は振ってますもう全然思い出せないんだけど、あとやっぱくの市やってたんで、その時も盾やったんで一瞬。でもあれは何も習ってないからあれなんだけど、でもユエルとか絶対剣道うまい重心低いから剣道うまいっていうか剣さばきうまいと思う。重心低いってすごいんだよね。私できないんだよね。
メラメラの実を目指して戦ってなかった、ドレスローザにいなかったですよ私。あ、今度後ろで2つあの三つ編みして出ようかな。ユエルの前人未到は良すぎる、マジで良すぎる。あ、ワンピー読んだんですけどね、3時ぐらいに読んじゃったんでさすがにためらいました。やばかったな今週も。いやなんか昨日は今日早起きだから早く寝るって言ったのに、なんかみんなとテレビ電話してそう、なんかみんなとテレビ電話した後にあの DMM を見始めちゃって2公演分。ユエルはいいよね、ユエルのパフォーマンス大好きなんだよな。ユエル見ながら練習すること何回もあるし、いやなんか自分がいる MC は話の内容知ってるから飛ばすからそんなに。っていうかなんか誰がいいっていうより誰のここがいいの方がいっぱいある、みんなある。うん、公演幕司会的なイベントももう3年くらい行ってないから申し込みとか忘れた。まだ間に合うよ、今たった今が一番気時ですよ。クリアファイル今日までらしいよ、らしいよ。みんなあきちゃんがあの食べてるやつ、そうな顔して、うちわがおもろすぎてうちわも大人オタクだけど買ってしまった。まあ楽しみにしててください。あれはマジでみんなに買ってほしいね。好きそうな顔してうちわは本当にみんな持ってほしい。でひじりのうちわはひじりだけに見せてほしい。
ひじり爆笑とって、やばいよね。爆笑とってやばくない？絶対に自分に向けられたくないもんね。あの人の謎の自信はどこからあるんだろうね。そういうとこが好きだな。最初は撮ってにしようと思ってたの。こうやって撮ってにしようと思ってたんだけど、でも自分にされたって分からないの悲しいじゃないですか。で、なんかもうちょっとなんか面白いネタないかなと思って聞きました。で、配色とかデザインとか全部どんなんがいいと思う？でも お顔の方は真っ白なので、ぜひ皆さん可愛くデコってください。これはいろんなところで使えると思います。あ、いい感じの時間。私のこの手元の時計だと55分なので、この手元の時計で11時になったら終わりますね。もうね、今日は寝るんです。でもお顔を落とさないければ。そう、今時差がある場所にいます。ちょっと今遠くに来てて時差があるんです。なんか明日バレンタインなのでって言って、今日バレンタインをいただいたんです、現場で。明日はねお休みなんですよ。そう、明日はねお休みなの。バレンタインのお休み。でも行こうと思ってたスコーン食べ放題のお店が1月いっぱいで食べ放題やめてたんです。それをお昼に知って、私その時にメイクさんに明日スコーンの食べ放題行くんですって話してて、あ、そういえば時間とか見てないなと思って調べて開いたら1月いっぱいで終わりましたって書いてあって、もうでも会話も進んじゃってるから、こうなんか行く体で、私は結構そこで悲しみに暮れてたんだけど、
もう行く手で、え、スコーンって食べたいって時あります？みたいな言われながら、え、でも食べたいんですよって言ってた。悲しかった。だからスコーン食べ放題、食べ放題じゃなくてもいいんだけど、プロテクトクリームが食べたいんだよね。いや、開かない。他のこれは爪を切らないと開けられない魔法の箱。すごい、なんか首がねもげそう。うん、開かなかったので明日食べます。しょんぼりやん。かわいい箱。しょんぼりやんです。爪黄色です。ギラギラを初日終わって落としに行きました。そこしか行けなくて、すごいヘトヘトにこうやってエゴサをしながら、あ、略の手貸してくださいって言って、はいって言って、というわけで、そろそろ一緒ランキングの方を読ませていただきます。竹安13位竹安さんと目撃者初日おめでとう。あとしろさんありがとうございました。12位ゆうたけさんありがとうございました。9位台湾夜嵐、髪型かわいいな、景色おやすみありがとう。11位さんありがとうございました。9位ペラペラとアシュラアキチャポジで嬉しかったさん、ありがとうございました。伝説のね、アキヨシさん。8位トヨキさんありがとうございました。7位沼ちゃんありがとうございました。6位トミガさんありがとうございました。5位瑞希ちゃんありがとうございました。4位かなでちゃんありがとうございました。3位ロンチさんありがとうございました。2位コウイチさんありがとうございました。そして1位ソロさんありがとうございました。じゃあ3分後の世界でまたまたね、バイバーイ。